はい、おはようございます。今日は2020年1月2日でございます。改めまして明けましておめでとうございます。今日はですね、まあ当然出荷もなく、朝やっぱりこの正月だけはね、唯一こう朝がゆっくりした時間、普段はね、まあ普段も休みの日こうゆっくりすることあるんですけども、なんかねやっぱりこうあんまりゆっくりしとるとそわそわするというか、罪悪感があるというか、どう言ったらいいんですかね、なんかこう早くハウスに行かないという気持ちがなんかどっかであるんですけども、なんか正月というのはやっぱりその辺もこう心もね、正月気分というのか、罪悪感がないというのか、家でゆっくりしとってもまあ正月ぐらいゆっくりしとってもバチは当たらんじゃろういう感じがねあって、こうほんま心底心の底からゆっくりできる時なんですね、正月っていうのが。なんで僕お正月大好きなんですけども、という感じでね、昨日もまあもちろん圃場には来ているんですが、ハウスのね再度開け閉めと水が、まあ昨日は水やりしてないんですが、どうかなというのを一応ぐるっと見て回って、全くハウスに顔を出さないというのは一日もないと思いますね。何かしら開け閉めするか水をやるか、まあ他の作業しない日っていうのは当然ありますけども、全くハウスに来ないという日はないと思います。はい、いう感じでね、今年は、圃場からのビニールハウスからのオープニングは2020年初めてですが、今日も特に作業はしません。昼から奥さんとねショッピングデート、まあショッピングできるかどうかあんまり余裕がないんでね、ウィンドウショッピングで終わるかもしれませんが、まあ最近はもう子供たちもね大きくなって、もう親と一緒に出かけるよりも今ねいとこが来たりしてますんで、それと一緒に遊んどる方がええということで、今日は母ちゃんと2人でウィンドウショッピングデートになるような気がしますが、はい、そんな感じで2020年ハウスからのスタートとなります。それでは今日も気合を入れてスタートです。ハッピーチンゲサイ。はい、というわけでね、今から母ちゃんとウィンドウショッピング、ウィンドウショッピング行ってまいります。やっと出かけるね。はいはいはい。よろしく。2020年初デートでございます。はい、それでは行ってきまーす。そういやね、母ちゃん。昨日の動画、2020年一発目の動画、よう見よったらね、よう見よったらねっていうかね、いつも見てくれとるゆうすけからね、LINE が来て、岡田さんあれ、2019年になっとりますよ、言うて LINE が来たけ、ええー、思って見たらね、昨日は2人であんだけチェックしたのにね、よう見たら、2019年明けましてって言うとるけ、やっぱあれじゃいけんけんね。ちょっとここで2人で言い直しとこう。いきますよ。それでは2020年改めまして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はい、これはい、これで正しく言い直しましたよ。アップロードする前に何回もチェックするんだけど抜けとるねまあ今年もそんな感じでちょいちょいミスあるかもしれませんが、まあ2人で修正しながら頑張っていきましょう。それではね、2020年一発目、まあ情熱について語ろうと思います。今年もね、僕たち夫婦2人でね、みなぎる情熱で突っ走っていきますのでね、このテーマはやっぱり欠かせないんで、一発目のコンテンツ、まあ昨日は新年のご挨拶ということで、今日はまあ一発目のコンテンツ、情熱について語ってみましょう。まあ情熱というのはね、まああんまりこういつもいつも言おったら暑苦しかったり
こう鬱陶しがられたりするかもしれませんが、でもやっぱりこう常日頃ね、こう自分の情熱をこうこうなんだっていうことを常に、まあ周りの人からしたら鬱陶しいかもしれませんが、でも僕自身常にこうみなぎる情熱を出しとることによって、どんな時でもなんかこう人に尋ねられた時に瞬時にこう出てくるんですよね。それが常日頃こう表現していないと、なんかの時にね、一瞬の間が空くんですね、なんか答える時に。でその一瞬の間が空くことによって本来の情熱が伝わらなかったりするんで、やっぱりね常日頃ここに秘めたるものがある時はやっぱり常に表現するということを恥ずかしがらない、常に表現するということが大事なんじゃないかなと思います。でよくね若い人で、まあ今からの将来自分の夢とか情熱がわからない、どんな夢を見つけたらいいのか、どんな情熱を持てばいいのかわからない人たくさんいると思います、若い人でね。それはそれで当然なんですよ。情熱なんかね、初めっから湧いてくるもんじゃないんでね、目の前に、今自分の目の前にあるものに真剣に取り組んでいれば、情熱なんていうものはそこから後から湧いてくるんですよ。で情熱っていうのは湧き出したら、これ僕よく人に説明するときに使うんです、使うというか、まあこういう言い方するんです、ちょっと表現は汚いんですけども、よくこういう言い方するのは、情熱っていうのはね、うんこみたいなもんじゃと。うんこってまあちょっと汚いんですけど、でも我慢できないですよね、したくなったら。もう究極どうにもならんかったら、ほっとってももう体から出てしまいますよね、もう我慢しきれなかったら。それと一緒なんですよ、情熱って。湧き出したらね、情熱がふつふつ湧き出したらもう自分では止められないんですよ、湧いて出てくるんですよ、それが情熱なんですよ。なのでそんなに焦ってね、自ら情熱を探してもいいんですけど、そんな探すだけって簡単に見つかるもんでもないですし、だから今自分に何が情熱持つものがないとか、そんな悩む場合があるかもしれませんが、そういった若い人たちね、焦って見つけなくてもいろんな世界を見てください。でいろんな経験をしてください。その代わり、まあ遊びでもいい、何でもいい、その代わりいい加減にしないということ、真剣に取り組む、遊びも真剣に遊ぶ、人付き合いも真剣に、人と付き合う、いろんな人とね、たくさん、特に今の自分の業種とは関係ない違う業種、たくさんの世界を見てたくさんの経験をするということ、その中で真剣に取り組んでいたら、そっからふつふつと情熱っていうものは湧いてきます。はい、そんな感じでちょっとまあ情熱について語ってみましたが、でこれはね、実はね、もっと具体的に夢の見つけ方っていうプロセスが、まあ、あるんですけども、それはまた別の機会にね、産直マーケティングのコーナーか、まあなんか違う機会に詳しくお伝えできればと思いますが、僕たち夫婦のねチャンネル見てくれとる方にはね、こう熱いコメントくださる方も多いんでね、ちょっと2020年一発目、情熱について語ってみました。安心の運転でよろしくお願いします。はいはい、セーフティードライブ。またね。他の T シャツ安いで買っちゃう。Siempre happy, atarimai, shiawase. Siempre はフィリピンでも使うじゃん。atarimai. Siempre. フィリピンどうでも。Lucky. Siempre happy.いただきます。
ゼロ。サイズは欲しい。まあ iPhone だけでやるけど編集も雑なことになったんだけど、まあいろいろなんか いい感じでしょ。うん、いい感じですね。